来い、デスマスク。本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。ラウンド1ファイト。なんだそのボロクロスは。ルーに修復もしてもらえんとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺は矢のすごく頭にきてるんだ。やるとやってやりまくってやるぜ。ドラゴンというこの手がさっきその前に知ってやるとこだぜ。バカめ。ペガサス水平線。ペガサス水平線。ペガサス水平線。まだまだペガサス水平線。ペガサス水平線。ラウンド2ファイト。あのクソガキ、お前を冥界の穴思って平坂に蹴り落としてやるぞ。この穴に逆戻りするのはデスマスク。ペガサス救命だ。立てデスマスク。このカニみたいにあぶく服までやってやる。調子に乗りやがって。ペガサス、お前をデスマスク。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったような。これが俺の実力だ。とどめだ、デスマスク。どうした。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。いいですね。待て、ムー。ライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。ムーヤはスターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられても、死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです、この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。この二人を通すわけにはいかない。なんだと。このムー自らが引導を渡してくれる。貴様などに死の世界の恐怖が分かってたまるか。
ラウンド1ファイト。まだわからぬ。その者たちに剣を向けるということは私への反逆になるということが。それに反逆というのはこのムーズ死をもって償いに向かってアフロディテ、これは絶対に許さん。許さんだぞ。どう許さんということだ。ムー聖の欲望のためにハッ忠誠を誓い、あの一丁を狙うとは言語道断。私の手で冥界に送り返す。ムーが黄金の執事のもと常に優雅な微笑みを絶やさなかったムーン、初めて牙を抜くのか。カーダストレボリューション。ここでさ、ハッ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 。ラウンド2ファイト。赤色メルカリハ、なかなかいいな。私のここでしてしまいました。さあお前まいまし、死の何うわデスマスクにアフロディーネ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りし、ゴールドセイントの誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いで、もう二度とこの地上に戻ることはできない。ムーリオ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。
お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス軍、108人のスペクター、すべて片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのは、デスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。